みつけ48のお出かけ、今回もなんかちょっと後藤さんが結婚しました。あ、なるほど、ありがとうございます。こんなんいただきまして、これもでも番組が用意したやつでしょこれ。はい、そうです。ちゃんとなんかそんなしてくれや。じゃあちょっと村長聞かせてくださいよ。何を聞きたいねんな。まずテレビ見ました。あ、まあ番組ね、プロポーズしましたから。結婚しようか。いい顔してましたよ。あといいと思ったのは、子供とかの話の時に「なって言ったらペロさんも「なって言うんですよ。ペロちゃん声かわいいと思って。緊張しました。めちゃくちゃ緊張した。ほんまに手震えてたし。振られたらどうしようと思ったんですか。いや、それはちゃんといけるやろとは思ったけど。何に緊張するんですか。いや、その言うということ自体に緊張するのよ。プロポーズということ自体に。何やばいんですけど。何がやばいんだ。いや、何だったらこの番組でプロポーズしてほしい。趣旨全然違うやろ。なあ、お家に帰ったらペロさんいるわけじゃないですか。どういう感じなんですか。もじもじしとったよ。どういう感じ、ちょっとやってください。もじもじって何ですか。もじもじっていうか、なんかこう照れくさい感じで、みたいな。ほんでまあそういうことやわって言って、改めて言いましたよ。なんて言ったんですか。いや結婚しようって。ペロはなんて言ったんですか。ありがとうみたいなこと言ってましたよ。ちょっともうさ、そのなんかこうネチネチ喜ぶのやめて。もうちょっと華やかに喜んで祝ってくれへんかな。いや、もう人の幸せって最高だなと思って。いいです。ほんまか。ほんとに若干ちょっといじってきてるとこある。いじってないほんま。ほんとに。じゃあ A って HKT の話。じゃあテロさんのどこが一番可愛いですか。なんか俺が家でうろうろしてたらなんかしゃんけど後からついてくるとか、そういう。もうやめへん。あかんわこれ。今日あかんぞ。こんなものどこにも言ったことないわ。いや、素敵なスタート、素敵なオープニングです。いやいや、そんなことないですよ。まあ、後藤さんの婚約ほどでもないんですけれども、私たち HKT48 にもおめでたい話があります。マジですか。セカンドシングル「メロンジュース」が発売されました。おお、めでたいじゃないですか。これそうなんです。これ何なのこれ。メロンジュース、振り付け。あ、そうなんや。はい、あなたと飲みたいメロンジュース。ペロちゃんと飲みたいメロンジュース。やかましい。そんなシャレたもん飲まへんわ。いやー、もうね、みんなが頑張ってたというよりもやっぱ協力していただいた八百屋さんと、メロンパン屋さんに感謝せなダメですよこれね。次は気になるね。うん、すごい続き気になりますね。すごいにぎわってましたしね。楽しみです。頑張ってました。みんな、でも秋吉ちゃん喋ってほしかった。何でしょうかね。えすっごい面白いんですよ秋吉ちゃん。なんか学校の話とかされるんです。お普通に。あ、ほんま子供やんか。私のことも学校行ってると思ってるんだと思います。本当にそんな感じです。もう把握できてないんや。ずっとパンチしてるだけでしたね。嬉しそうに。全然やんか。ピンマイク外してまいやあれ。ここで指原が新曲メロンジュースの裏話を語る。どういう歌詞なの。だからメロンジュース、ちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの、夏はメロンジュース、それは夢のジュース、思いすべて絞ってあなたにあげたい。全部読むなよ。お前番組埋まってまうわ。いいところ突っ込んでくれましたね。すごい。もうちょうどサビが終わるくらいの。これもちろん秋元さん。秋元さんです。で秋元さんに聞いたんですよ。はいはい、どういう歌なんですかって聞いたら、もう意味はないよね。メロンジュースってワードを使って、HKT らしい盛り上げる曲を作りたかったらしくて、ライブとかで盛り上がる楽曲は意味がない方が盛り上がるから、今回は意味のない感じにしてみました。やっぱそういうプロのやり方があるんや。考えてるみたいです。前の車両をずっとチラ見してたみたいな、釣り革捕まるあなたの右腕みたいな、女の子が男性に片思いしてるっていう歌でしょ。全然共感できないでしょうね。
両思いやからね。誰がなんで女こと言わなあ。あ、じゃあ、ええ、何やねん、後藤さんの結婚式にお出かけしましょうよ。なんでやねん。なんでですか。なんか後藤さんのなんかやらせてください。いや、そんなん言うてたらほんまにスタッフさん考えるで。今回のお出かけは HKT で後藤さんのウェディングケーキを手作りみたいなこと言うんだから。あかんって、そんなん。もう形ぐっちゃぐちゃな作るやん。だから後藤さんの結婚披露宴を生中継するんなら言ってくださいよ。やる予定ですか、正直。いや、今のところ予定ではね、しない。嘘。でも絶対オファー来てるくせにですよ。いや、来えへんよ。例えば芸能人と芸能人じゃないと。そっか、ペロさん。ああ、お前もうちょっと待って、結婚してからペロさんになってる。なあ、何ペロちゃんからペロさんになってる。ちょっと姉さんみたいな感じなんだ。あ、さあ、お出かけ一番考えていたメンバー選んでほしいんですけど、誰ですか？ MVP 誰やろな。秋吉。おー、秋吉さん。このね、謎のベールに包まれすぎる。なんだこの子はっていうね、こう思わすものがありましたよ。次こそ喋るかな、秋吉さん。あ、だから次喋らんかったらもうピンマイクは絶対つけない。絶対に。 HKT48 のお出かけドラフト会議。はい。俺これちょっとシステムがようわからんのよ。野球はね、あの要はこの子が欲しい、この子が欲しいっていうことですよ。 それをアイドルグループがやるっていうのはどういうこと？オーディションで素人さんの中から20人ぐらい選んで、その中からこの子が欲しい、この子が欲しいっていうのを行ったんですよ。 HKT は1人だけ。おう、交渉権。交渉権っていうのはこれから入るかどうかわからないけどもってこと？はい、そういうことです。ああ、この子を指名したと。そういうことです。ああ、誰が指名した？キャプテンと指原が話し合って、さくら、はるぴー、ラブタン、お5人で話し合って。おう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 。高校生在住の子が熊本しかいなかったんですよ。へ、はい、ビジュアルもすごく良かったし、おダンスは下手なんですけど一生懸命、うん、でも HK で基礎レッスンめちゃくちゃするんで。ああ、これからか。おうおう、これからかなと思って。どういう子なの？まあ普通じゃないですよね。うん、どういうこと？なんかもう意味深が多いな。なんか頭が多分めちゃくちゃ悪いんですよね。まあ頭にの英語はまだ出会ってないけどね。なんか多分中西千織みたいな。あー、でもまあ元気があってええやんか。元気なんだけど言葉足らずみたいな、知識がないみたいな。だからお出かけにも多分今後。あー、そうか、出てくると思う。まあでも17でしょ。はい、まあもうこれからやんか。でもね、すごく期待できる子だと思うので楽しみにしていてください。なるほど、わかりました。はい、それはそうとですよ。はい、あなた、はい、お誕生日。そうなんです。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっとさ、プレゼントあんの？何ですか？プレゼントあんねん。プレゼントちゃんと用意してんねん。誰からですか、後藤さんが？俺からやわ。マジやでよ。嘘、本当ですか？結構大変やってんの。嬉しい。いつ買ってくれたんですか？いや、もうちょっと段取りをいろいろ踏みましてね。嬉しい。本当に後藤さん発信ですか？マジマジマジ、これほんまマジ。嬉しい。めっちゃ気になる。ただね、これを渡すのは番組の最後です。ね、だから今日はうわプレゼントなんやろうってふわふわ思いながら VTR 見てくれ。私見れないもん。もう目チカチカします。気になる。せやね、あんねんあんねん、ほんまに。あの別になんかボケとかそんなんちゃうの、俺これ喜ぶやろみたいなんで、俺マジで使ってきてるから超嬉しいです。楽しみすぎて、もう早く V 行きましょう。いかがでしたか？いや、久しぶりに谷が帰ってきましたね。すごかったですね。なんでしょう、この久しぶりのムカつきはね。なんか今谷に今までなかったギラギラ感で。ギラギラしてますよ。まだあの谷は健在ですよ。やっぱ謎の谷ですね、これから。そう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 。すごかったな、なんか。いいですね、あのなんか一生懸命頑張るんですけどね、一応。なんか顎が落ちるとか言うてるんですけど、その話を落とすことができないんですよ。だから毎回はいなくていいんだなって。今すごいちょうどいい濃度、なんか久しぶりに見えて嬉しいし。せやんな、お父さんも生き生きしてましたよ。あ、そう、嬉しそうだった。なんかうーってなってくんの、ね、よ。やっぱ谷ってお出かけで必要ですね。なんか言いやすいの俺も、うん、
なんか村重が元気なかったような。ちょっと村重がもうあれやな、疲れてきてんな。私も思ったんですよね。明太子ってやるのもなんかもうこなれてきちゃってる。確かに流してるね明太子。昔パキーンって言ってたもんね。明太子だったのに明太子。はい、はい、やればいいんでしょ感がやっぱ出てる。なんかもうダラーっとしてるわ。あ、もういいみたいですよ。もう OK みたいです。ロケ分はえ、もうプレゼントください。早く欲しい。欲しいです。プレゼントくださいって言ってみなさい。プレゼントください。もっと大きい声で。プレゼントください。もっと大きい声で。プレゼントください。バカな女だよ。SM タクシーだ。 SM タクシーだ。じゃあ開けて。嬉しい。うん、超嬉しい。本当に何も思ってなかった。これ違います？関係ない。これも。え、何これ。まあブランケットやわな。でも便利ですよね冬は。冬ええやん、うん、ちょっとこれ引っ張ってみて。なにこれ。なにこれ。ちょっとこうやこうや。家でゴロゴロするの好きやろ。大好きです大好きです。でこれをこうして、はい、でここ、ここ入んねん。なあここ入って。ほんで自分が今何見たいか分かる。ほら形で分かれへん。パンダ。そうや、コロネだ。そう、チョココロネや。チョココロネの中に入れるよ。今すごい人気のクッションやね。そうなんですか。そうや、超嬉しい。あ、ほんま今こう見ると5日目のチョココロネ。嬉しい、超嬉しい、これね、パンクッションっていうシリーズあるんですよ。そうなんだ。そう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 、超嬉しいです。これで、これもう今すごい人気で手に入れへんねん。そうなんだ。そう、これが。これがよ、言い方すんなお前。そうなんだ。そうやね、持って帰れよお前。当たり前当たり前。あ、マイク取れちゃった。ちょっと待っててくださいね。うん、マイクつけてきます。取れるとかややこしいな。もうお父さんお待たせしました。いいえ、ちょっと私もプレゼントか。なんで。俺に。結婚祝い。あー、そういうこと。だから私もか、だからなんかサプライズ重ねでちょっとどうしていいか私もびっくりした。いや俺もびっくりした。なんやねんお前それ。普通のパジャマです。ジャージ。はい、ジャージだの。普通は普通ですよね。うん、私これ 2個目なんです、プレゼント買ったの。え、どういうこと。なんか芸能人にプレゼント買うっていうのは初めてだったので。1回目、あれこれよく考えたらいらないかなっていうの買っちゃって、うん、で今日これ改めて買ってきたんですよ。え、これを改めて。うん、本当はこれをあげる予定だったんですけど、でもこれどうすればいいんだって思うものだと思うんですけど。ん、え、世界の変なトイレっていう。え、なんで。何買っていいか分かんなくて。え、何言ってんの。え、ほんとに。ということでプレゼント交換も終わりましたので、はい、はい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 、お出かけ MVP。 いや、なぜこれを選んだのか指原です今日は。やった、初 MVP です。やったね。それでは今日はパンのままお別れしたいと思います。また来週、おやすみなさい。オーブンで焼いたろうがお前。